はい、どうもケイジです、今回もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、前回の続きでシンセルドの街のストーリーですね、の続きをやっていきたいと思います。で、冒険ガイドの方がシンセルドの街の町長の家にいるブラと町長に話しかけようということで、町長に話しかけるんですけども、なぜルコリアの部屋に来ているのかというと、まあオープニングを撮るには町長よりもルコリアの方がいいのかなと思ってただそれだけの理由です。はい、町長とツーショットのオープニングとかなんか嫌でしょ。嫌でしょ。はい、だからルコリアと、まあ、クマのぬいぐるみの方がやっぱね、オープニング的にはちょっといいのかなと思って、はい、別に深い意味はございません。はい、まあ、ちょうど来たから話しかけておこうか。はい、うちのパパ仕事が忙しいって言い訳ばかりして家のことはいつもほったらかしなの。死んだ姉さんのお墓参りにもとうとう一度も行ってないのよ。なるほどね。リゼロッタの墓参り行ってないのか。はい、じゃあ町長に話しかけます。あ、刑事さん、実はあなたの腕を見込んでまた頼みたいことがありましてな。はい、幽霊が見えると言って怯えている町の皆さんの不安を取り除くために集会を開こうと思うのですよ。はい、まずは皆さんに落ち着いてもらうため、人の心を穏やかにさせるという安らぎの香を取ってきていただきたいの。お香ね。うん、まあね、アロマ的な感じかな。はい、をやっていただけますか。では詳しいことを説明しますのでこちらへお越しください。はい、お香いいって言うもんね。あなたに取ってきていただきたい安らぎの香は、リャナ荒涼地帯にいるエルダードラゴンを落とすとね。そんなとこまで行くの。あ、ルコリア。ルコリア、今は来客中だ。お前はノックもまともにできないのか。またそんな言い方しなくても、町長。ママから話を聞いたの。町の人のために集会を開くんですってね。そんなことより姉さんのお墓にお花一つでも、お花の一つでも備えてきたらどうなの。うん、そりゃそう、正しい。忙しいとか言い訳してまだ一度も姉さんのお墓参り行ってないじゃない。私には町長としてなすべきことがある。子供が大人のやることにいちいち口を挟むんじゃない。うわ、嫌な大人だむっちゃ睨んでる、むっちゃ睨んでる。そりゃルコリアもてんてんてんやがな。話の邪魔だ。さあ出ていけ。出ていけって。全くお見苦しいところをお見せしました。見苦しいのはてめえだよ。違う、これすっかり生意気になりましたよ。お前はもっとおかしい。もっと生意気じゃねえか。さあ集会まであまり時間がありません。安らぎの甲の調達を頼めると、ちょムカつくけどクエストだから行ってこよう。ムカつくけどストーリーだから行ってこよう。アルコリアあんまり気にすんなよ、あんな町長の言うことなんか。町の大人たちったら子供たちの幽霊に恨まれてるとか怯えちゃってバカみたい。ほら姉さんの日記読んでみてよ。ん？刑事はリゼロッタの日記帳を読んだ。今まで大人に反抗してきた私たちだけど、自力で生活するようになってから大人のありがたみがわかるようになったわ。リゼロッタさすが、あれからねあれから心入れ替えたのかな。今はみんなで毎日ダーマ神殿に行って大人たちが早く帰ってくるようにお祈りを欠かさないようにしているの。うん、偉い。もしかしたら大人たちとはもう二度と会えないかもしれない、会えないのかもしれないけど、祈り続けていればいつか。泣ける。姉さんたちは誰も恨んでない。毎日ダーマ神殿で静かにお祈りして大人たちの帰りを待ってるのよ。うん、町の大人たちはすっかりお祈りに行かなくなっちゃったのに、なったのに、これじゃまるであべこべだわ。確かに。
神羅那荒涼地帯にいる、エルダドラゴン、はい、あ、行けるのか、滝を望む集落まで行けるってことか。よし、まあ、ここからじゃ頭打っちゃうので飛べない。一旦外に出てから飛びます。はい、よし、はい。サポート仲間さんたちは、前回から続けて今回は3回目、の録画、3話目っていうか3回分の録画ですね。なのでサポート仲間さんたちは前回と同じです。スーさん魔法戦士、ネメシスさん賢者、きなこもちさん僧侶となっております。はい、社長今回も、いい子揃えてますよ。はい、ということで、エルダードラゴンはどっちだっけ、あ、どっちでもいるわ。どっちでもいるけど、こっちに行こうか。あ、テラノライダーもいるわ。え、エルダードラゴンいなかったっけ、こっち。あ、いたわ。これだ。うん。顔近い。エルダードラゴン顔近いわ。顔近い。お、必殺チャージ、必殺。オッケー。あ、もういいのか。よし、エルダードラゴンやっつけた。はい、安らぎの子を落としていった。はい、しかも装備を落としてくれた。装備なんだこれ、なんだ、探検か。うーん、うわ、効果むっちゃついてるけど、マイナスも、マイナスやねんか、ほとんど。なるほどな。まあ、もらっておこう。装備枠余ってるから、装備枠むっちゃ余ってるからね。じゃあ冒険ガイドがシンセレドの町にヌブラと町長に安らぎの子を渡そうということで、町長のところに戻ります。前回から本当、まあ、続けて録画してるし、寒くなって、まあ、乾燥もしてきたので、まあ何、空気清浄機とか入れて、湿度、加湿器のやつも入れてるんですけど、それでもやっぱ喉、冬になるとやっぱね、タバコやめてからこんなに寒くなるまでは、8月の頭かな、8月に入ってからすぐタバコやめて、でもうね、4ヶ月半ぐらい経つけど、だいぶ喉の調子もね、昔もうえへんへん言いながら本当配信してたけど、今だいぶなくなったと思ったら、やっぱ冬場はやっぱ喉がやっぱね、それでもまだタバコやめて4ヶ月半ぐらいしか経ってないので、まだ喉はね、やっぱね、乾燥するとえへんへんなるね。でもの昔みたいにのど飴とかもう全然舐めてないですからね。のど飴舐めてなくてこのくらいって、やっぱタバコ吸うのと吸わないと全然違いますね。はい、まあ、関係ないけど。あ、門は、あ、門はじゃねえかと、扉は固く閉ざされて、よく見ると扉の隙間にメモが挟まって、ケイさんへ、私は先に集会の準備に行っておりますので、安らぎの子を集会所へ届けてくれませんか。場所は水汲み場の西から地下道を抜けて崖沿いにずっと進んだところです。お手数ですがよろしくお願いします。ブラと。ということで、
じゃあ集会所に行くか。それでもやっぱちょっと喉飴また買ってこようかな。前からほんと配信見ていただいてる方は俺がどんだけ喉飴舐めながら配信してたか知ってると思うんですけど、今全然喉飴とか必要ないですからね。コーバス光の川って綺麗だよな。うん、こうほわーっと暖かくてさ、女神様に包まれているような心地なんだ。うん、この先の集会所でもうすぐ大事な話があるみたいだけど、俺もう少しゆっくりしてから行くよ。うん、光に包まれていい感じ。はい、着いた。蝶々。お、安らぎの子を持ってきてくれましたか。集会に間に合ったようで何よりです。早速渡していただけますかな。はい。いや、助かりました。今回は特別ゲストもお招きしていますし、この集会はきっとうまくいくことでしょう。特別ゲスト、ためになるお話が聞けますし、ぜひあなたも参加していってください。うん、町中の大人たちが集会所に集まってきた。皆さん、本日は突然の集会にお集まりいただき誠にありがとうございます。あの古い教会の事故が起きてから、この町は深い悲しみに包まれ、幽霊の姿に怯えるようになりました。そこで、お、あ、こいつは。本日はそんな皆さんを、悩みや苦しみから解き放つため、この僕がやってきました、霊媒師。は？あなたは？みたいな。僕はサダク。悪霊に脅かされているこの町を救うためにやってきた旅の霊媒師です。うちの子悪霊ですって？そらそう、言い方が。そう、悪霊なのです。恨みを抱いたまま死んでしまった者の魂は悪霊となって、聖者を呪うのですよ。まずは悪霊が入ってこないように、安らぎの甲に僕が用意した聖杯を混ぜて炊くことで、この集会所を清めましょう。あら、いい香り。本当、なんか色的に怪しくない？失礼しました。ああ、なんだか安らぐよ。さあ、お子さんが生きていた時のことをよく思い出してみてください。彼らが何か恨みを抱くようなきっかけはありませんでしたか？子供に辛く当たった覚えはありませんか？私いつも門限を厳しくしてあまり遊ばせてあげなかったわ。俺しょっちゅう勉強しろってお説教してたから、それが子供を追い詰めたのかも。まあね。なるほど。厳しいしつけに追い詰められ、町の子供たちは大人を嫌い、古い教会に閉じこもって遊ぶようになった。そして崖崩れにより命を落とし、この世に恨みを抱いたまま悪霊としてさまよっているのですね。このまま
このままだと皆さんは悪霊に呪われ続け、いずれは道連れに。ですがご安心ください。皆さんが悪霊に脅かされぬよう、これからは僕がお守りいたします。あ、ルコリア、あなた嘘つきね。ドキ。姉さんたちは大人を恨んでなんかいない。この日記帳を見ればわかるはず。これは姉さんの遺品、この世とあの世をつなぐ特別な日記帳よ。中を読めばあの世のことがわかるわ。教会の事故で死んだ子供たちは自分が死んだってことに気づいてないの。子供しかいない死の世界で、どこかに消えてしまった大人たちが帰ってきてくれるのを待ち続けているのよ。ルコリア、また私に逆らおうというのか。わざわざリゼロッタの字まで真似て、随分手の込んだ話を作ったものだ。子供の空想で大人を振り回すんじゃない。空想なのかじゃん。さっさと出て行け。もう二度と私の邪魔をするな。子供にそんな。まったく、うちの娘がとんだ失礼よ。大切な集会に水を差してしまいましたな。いえいえ、お気になさらず。今日のところはひとまずお開きにして、集会の続きはまた後日行いましょう。目的は果たせましたし、今日のところはこれで失礼します。いたします。悪霊のことは僕にお任せください。大人たちは貞子の後に従うように出て行った。せっかく準備を手伝っていただいたのに、こんな形で終わってしまい申し訳ありませんでしたな。貞子さんの言った通り、安らぎの功のおかげで皆さん途中まではリラックスしてお話を聞いていてくれたんですが、これに懲りずまた次の集会にご参加ください。これは今回のお礼です。おお、3個。それでは失礼。ということで次が第5話目か。冒険ガイドがシンセレドの町の町長の家2階にいるルコリアに話しかけようということで、今度はルコリアね。レベル87で次はいくつだっけ。レベル93か。だから91になったら紹介されるって言ってたっけ。で、じゃあ上限解放の人、奥さん来てなかったね、そういや。最近ルコリアったら何も話さないし、ご飯を出してもちっとも食べないし、なんだか様子がおかしいんです、あの子がこんなに塞ぎ込むのはリゼロッタが亡くなって以来ですわ。
まあそうなんですけども、町長がいじめるから、町長がいじめるからですよ奥さん。ルコリア、あ、刑事さん、ちょうどあなたに頼みたいことがあったの。はい、リゼロッタ姉さんの日記帳、私がちょっと家を開けてる間になくなっちゃった。え、出かける前にちゃんと机の引き出しにしまっておいたのに、いくら探しても見つからないのよ。私、その間家にいたパパとママ、お客さんとして来た霊媒師のサダクと神父さん、4人の中の誰かが怪しいと思う。一生のお願い、どうか日記帳を探すのを手伝ってほしいの。引き受けてくれるわよね。はい、そういうことであればありがとう。私はもうちょっと部屋の中を探してみるから、あなたは他の場所を探して。頼んだわよ。うん、わかった。じゃあ誰に話しかければいいのか、誰、どこを探せばいいの。シンセレドの町の酒場にいるマタルから話を聞こう。はい、酒場、酒場どこだっけ、こっちか。うん、で下で、ここピック、さっきサダクのやつが来てよ、妙にキラキラした本を大事そうに懐に隠し持ってた。それはおっさんのくせに女みたいな趣味しやがって、あいつほんとうさんくさいやつだぜ言われてる。お、ルコリア来た。刑事さん、今の話私も聞いたわ。おじさん、詳しく聞かせて。キラキラした本を持ったサダクは一体どこに行ったの。あ、ああ、あいつなら少しの間酒場にいただけだぜ。どこに行ったかなんて知らねえよ。睨んでる。そういや、忍者の塔の場所を聞かれて教えてやったらすぐ出て行ったから。多分そこに向かったんだと思うけど。そう、ありがとう。これであのインチキ霊媒師を呪ってやれるわ。インチキ霊媒師言われてる。ところでその葉っぱ何なの。おう、こいつは聞きつけそうって言ってな、ベロベロに酔っ払った時でもこいつがあれば一発で目が覚めるんだぜ。へえ、あーははみたいな。ふーん、後から薬で治そうとするぐらいならそもそも飲まなきゃいいのにバカみたいまあそりゃもう それは正論ですよ。そりゃそう。私、姉さんの日記帳を盗んだサダクを追って忍者の塔まで行ってみるわ。刑事さんも一緒に来てちょうだい。忍者の塔はセレドット山道を北に進んで忍者ハル海岸の遺跡を抜ければ見えてくるわ。それじゃあよろしくね。うん、お酒は俺も飲まないので何とも言えないですけど。あ、ここ外に宝箱なかったっけ。 あったあった。カジノコインチケット、はい。道具どうかな。あ、結構持ってるね。ちょっと一旦預かり所に行こう。あ、器用さの種があったな、使っておこう。全食堂で器用さ1。はい、そう、昔はっていうか、普通に
飲んでたんですけどね、あの会社の上司とかに結構誘われてたから。でも本当ここ6年ぐらい飲んでないですね、もう全く6年、うん、もうすぐ7年ぐらいになるかな、お酒飲んで。全くっていうのが、ちょっと、あ、俺どこに行くんだっけ、神社の塔ね、あ、預かり所だ、こっちだ。全くっていうのは、2回飲んだかな、2回飲んだかな、去年じゃない、今年か、今年1回飲んだし、久しぶりに、ほんと久しぶりに飲んだし、でその前は3、4年前に、今何年だ ?2017 年だから。3、4年ぐらい前に1回飲んだかな。身内の結婚式の時に。まあ、飲んだっても1杯だけだけど、飲んだかな。もともと本当、付き合いで飲んだりとかしてたけど、お酒自体が好きなわけじゃないので、あんまり飲む必要がなくなったから飲んでないみたいな、別になんかお酒やめようみたいなのじゃなくて、飲む必要がなくなったから飲んでないみたいなだけなんですけどね。今もう忘年会シーズンだけど、この動画がアップされた頃はうちももう忘年会、忘年会いつだったっけ、29日か、忘年会も終わってると思うんだけど、リンジャーの塔に行こう。忘年会とかでも別に飲まなくてもいいしね。本当忘年会とかも時代とともにの、やれ、まあ、忘年会はまだ風習的に結構あるとこはあるでしょうけど、普通に飲み会とか自体はだんだん、もうそういうのも時代とともにだんだんなくなってきたからね。ここ試練の門があるじゃん。あ、試練の門だ。じゃあ試練の門。あ、ま、魔法戦士さんの MP がない。俺じゃなくて魔法戦士さん。賢者さんはちょっと減ってるけど、まあ大丈夫か。よし、じゃあ試練の門行きます。これなれば試練の門、この門を通らんとする者よ、試練の魔物に挑み何時の力を示せ。あー、ドデカニードルか。うわ、もうすばしっこいな。まずい。うう、大丈夫か。お、大丈夫だ。
よし、早い。もう終わった。また試練のもんが増えたぞ、これで。お、しかも宝珠。よし、取ろう。で、こっちか。宝箱とかもあるんですけど、あ、倒したトゲジョボ。宝箱とかもあるんですけど、すいません、そこはサクサクっといきたいので、また何かの時にそれは取りに来たいと思います。なんだっけ、サイコマスター倒したことない。うわ、もうトゲジョボも。チャージしたい、あ、チャージしたい。ナイス、回心。この上が屋上だ。着いた。あ、魔物が。ルコリア。刑事さん、こっちよ。あー、ついに出たか、これが。これが出たか、ついに。これが出たか。はい。これは、黒仮面殿。私のような者のため、ご足労いただけるとは、この定く。恐縮の至りであります。あれよ。おお、これがあの祈願の魔像。なんと素晴らしい。計画は順調なのか。町の連中は完全に手中に収めました。あとは最後の仕上げにかかるだけです。この像に町の大人どもが祈りを捧げれば、その祈りの力でセレドの町一帯は偽りの世界に完全に侵食されることでしょう。
自分たちがどうなる運命かも知らずに、奴らはすっかり私を信じ切っていますよ。クックック。いや、そうでしょうか。疑ってる人もいるよ。あの酒場にいたあのマタルさんとか、インチキ霊媒師って。それは？これは私の邪魔をしようとする人間の小娘が持っていたもので、何でも偽りの世界のことが書かれているとか。万が一を考えて奪っておきましたが、誰もあの小娘のことなど信じていますまい。取るに足らないつまらないものですよ。邪魔なものならさっさと始末しておけ。は、はい。あー、あー、リゼロッタの日記が、あー、どんなに些細なことでも不安の芽を早めに摘み取ることだ。人間を甘く見て足をすくわれるようにな。人間ごときを恐れるなんて全く器の小さい臆病者ですね。お前、裏表が。これさえあれば計画はなったも同然。そして偽りの世界の侵食を果たせば、私の出世も思うがままとなる出世のためか。クック、では最後の仕上げといきますか。私と姉さんのたった一つの絆だったのに、確かに。定くが魔物と通じていたなんて、このままだと町が危ないわ。みんなにこのことを知らせなきゃ。私、急いで戻るから刑事さんもセレドの町まで来てちょうだい。うん。よし。ドルボードで入ってきちゃった、俺も。暴言ガイドが新セレド町、セレドの町の崖沿いの集会所へ行こうということで、またじゃあ集会所に行きます。集会所こっちだ。エリだ。さっきサダクさんが帰ってきてね、これから特別な儀式を開くんですって。あー、まずい。場所はまたこの間と同じ崖沿いの集会所でやるそうよ。うふう、遅れないように行かなくちゃ。まずい、それはまずい。急がねば。サダクさん、また集会をやるみたいでさ、あなたも力を貸してくださいって声かけられちゃったんだ。へへ、俺あの人に期待されてるんだな。サダクさんに頼まれちゃ断れない。完全に信者じゃねえか。ここなんか奥に行くまでちょっと遠いけど、この光の川の横を通る感じって、やっぱドラクエ10ってやっぱ光の川のイメージなんかね、あるから、なんか光の川の横を通るこの道結構好きだな。なんか遠くても、なんか距離があってもなんか苦にならないっていうか、いい道だよね、ほんとね。はい、着いた。集会場の中は
安らぐ香りで満たされている。あ、またなんか変なもん炊いてる。うわあ、もう色が皆さん、あれから僕は旅に出てこの町が救われる方法を探してきました。さあ、この祈願の魔像をご覧ください。霊を呼び出し話を聞いてもらうには祈りの力が必要。この祈願の魔像に祈りを捧げ力を蓄えるのです。像が祈りの力で満たされれば、悪霊と化した子供たちの恨みを消し去り、この場に呼び出してくれるはず。さあ、この像に貸し付き祈りましょう。そして呼び出した子供たちの霊に許しを請えば、あなた方は救われるのです。リゼロッタ、どうか私を許してくれ。許すか？ダメな親でごめんなさい。俺たちのことは忘れて安らかに眠ってくれ。うわ、もうまずい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 。なんか出てる、なんか出てるからだから、なんかもわって出てるから、体から。うわ、もうもわもわもわってなってるから、体透けてるし。くはははは、人の心を操るなどたやすいものよ。セレドの町は偽りの世界に侵食される。そうなればこの世界のものは全て塗りつぶされ消えゆくのみ。その身が消える猿とも知らぬまま自らの祈りによって滅するがよい。まずい。うわ、もう体透けてるから、透けてるから。ちょっと何やってるの、しっかりしてよ。その手に持ってるのは、みんな目を覚まして。あの酔っ払っても、あの二日酔いでもすぐにシャキンとなるっていう、気つけそう。ん？何？目がヒリヒリする。ひー、なんだよこれ。ひ、やだ、体が。うわ、もう透けてる透けてる。おい、光の川。光が消えていくぞ。わ、まずいまずいまずい。あー、消えた。人間の小娘め、どこまでも私の邪魔をするというか。よかろう。祈願の魔像の力を借り、貴様は私が直接地獄へ送ってくれるわ。え？体が元に戻ったわ。なんだあれは。うーわー、ふぎゃー。あ、化け物だ。みんな早く逃げろ。クックック、逃げても無駄よ。祈願の魔像の力を使えば、いつでも偽りの世界を呼び寄せることができる。まずは貴様を始末してから、ゆっくり全てを塗り替えてくれるわ。危ない、残り危ない。刑事さん、お願い、助けて。任せろ。はい、ということで強いでいきます。あ、マヌサ、マヌサ聞く？あ、聞かねえ聞かねえ。サダク、名前が邪教祖、邪教祖。あ、ハゲオタハゲオタ、邪教祖サダクって本当に本当に邪教祖だわ。わ、魔法カンタ、でもうちには賢者さんがいるんだよ、賢者さんがいるんだよ。よし、例の洗礼。あ、呪い、呪い、誰？あ、聞かない。
俺に呪いの言霊。効かない。よしミス。あ、おたけ、ハゲオタ、ハゲオタ、ハゲオタ。うわ、もう後ろ回ってもダメなのか。あげた。まあ間に合わねえ。よし、黄色くなったぞ。うわわ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 。ハゲオタ、ハゲオタ。あ、真後ろ大丈夫じゃん。またカンタかけやがった。よし、赤くなったぞ。ナイス盾ガード。でも、もう死ぬんじゃねえ。もう死ぬんじゃねえ。またカンタかけよ。この後に及んで、この後に及んでカンタとは。よっしゃ、オッケー。42,700。私が敗れるとは。まあ、お前だから負けたんだろうね。だが、ただでは死なん。小娘、せめて貴様だけでも。やめろ、やめろ、やめろ。まずい。パパ。に、人間を甘く見ていたか。ぬかったわ。黒い仮面様に言われたでしょ、人間を甘く見るなって。足元すくわれるって言われたでしょ。ほんと定く、ほんとにちょっと同情したわ定く。パパどうしたの、もしかして今ので。いや、突き飛ばした時にお前の肘が溝落ちに入ってな。エルボ、もう脅かさないでよ、脅かさないで。お、光の顔戻った。サダクが死んで祈願の魔像も壊れたおかげで光の顔も元の姿に戻ったみたい。うん、サダクは大人たちの心を利用して姉さんたちがいる死の世界でこちらの世界を塗りつぶそうとしてたのね。
ケイジさん、あなたのおかげでこの町は救われました。本当にありがとうございます。うん、私があの男の正体を見抜けなかったせいで取り返しのつかない事態を引き起こしてしまうところでした。まあ反省してるならよしとしよう、反省してるならよしとしよう。あ、あ消えた。あいつら、子供たちが、あれはもしかして。まだ侵食は続いているんだわ。パパ、急いで町のみんなをダーマ神殿へ避難させましょう。すべて終わったのではなかったのか。だがお前がそう言うのなら、私は町の皆さんに声をかけてくる。すっかりルコリアの言うこと聞くようになった。蝶々ケイさん、悪いけど一緒に来てくれない？あなたにも見届けてほしいの。それじゃダーマ神殿の礼拝堂で待ってるわね。うん、じゃあダーマ神殿ね。はい、ダーマ神殿まで飛べるのかな。飛べるわ、飛べるけど、ここ天井、あ、天井ないよ。よし、はい。あら、この場所天井ある？本当？じゃあもうちょっとこの辺。はい、おお、ダーマ神殿目の前じゃねえか。あ、クエストリストに新しいクエスト。そう、前回かな今回かな忘れたけど言いましたけど、ダーマ神、真のダーマ神殿、偽りの方ダメなんですけど、この真のダーマ神殿はマスターの特別レッスンということで、初回報酬が左下出てる、スキルの振り分け上限が120になる。まあこれをクリアすると130の受けれて、130クリアすると140が受けれてというふうに、どんどんスキルの上限解放がされていくクエストを受けられます。はい、ここはダーマの神殿、天職を司るダーマの神を崇める神殿です。先ほどセレドの町の方々が慌てた様子でいらっしゃいましたが、町で一体何があったんでしょうか。それは、はい、フォンダーマ神殿、ここはあれガートラントのやつと一緒で、スキル振り直しの人ですね。スキル振り直し、やり直しの方針とか全やるんだ。はい、でこの青い光でスキル振り直しをやることができます。もちろんクエストの紹介されているクエストで、これ手術師ガミルゴの祈りという、報酬がスキルポイントが街中で振り直し可能になるというの、これをクリアすれば、わざわざこことかガートラントに行かなくてもスキル振り直しが普通に街中で、フィールドじゃなければね、街の中でできるようになるんですけども、まあ、それを受けてない場合はここでもできますよってことです。はい、で、ダーマ神殿の上、まあ、ルコリアたちがいる方はこの階段、今からこっちか、こっちの階段上がっていくんですけども、この向こうに行けば、スキル振り分けの、あ、スキル振り分けじゃなかった、スキルポイント120、130、140と、まあ、120以上のクエストを受けれるマスターがいます。一回マスターのとこまで行ってみようか。じゃあ、でこれ建物の中ですけど、ここだけは屋根がないので、ここだけは屋根がないので、あ、屋根がない、屋根がない、ちょっと見えるかな、屋根がないので、ここはルーラー飛べます。はい、うん、ギザントリディね。この人、スキルマスター、このスキルマスターから、お、あ、この宝箱、あれか、またおいおい、あの宝箱取ります。この人から受けるとスキル120以上の、スキル120の、上限解放するクエストを受けることができます。とりあえず今はセレドの町のストーリー、ルコリアの方に行きましょう。礼拝堂はこの上ですね。
神官ムカカムカカおドアゴ、そちらの扉から外に出て階段を上りますと礼拝堂がございます。なんだか今日は妙に礼拝にいらっしゃる方が多いですね。今日って何か記念日でしたね。違うんだよ、それがセレドの町のストーリーでね、あった。懸垂、セレドの町の方なら礼拝堂に向かわれました。なんだかずいぶん久しぶりにお見かけしたような気がします。ずっと参ってなかったってね、リゼロッタたちのお墓参りとか礼拝とかしてなかったって言ってたね。そう、確かセレドの町で崖崩れの事故が起きて多くの子供が亡くなったと聞いて以来でしょうか。なるほどね。あ、ムービーか。ルコリア、お、町長もいる。お、町の皆さんも、うん、ここまで来ればもう大丈夫だな。ごめんなさいパパ、侵食が続いているというのは嘘よ。ダーマ神殿までみんなを連れてきたのは別の目的があったの。きっとこれが最後のチャンスよ。みんな思い出して、昔は毎日私たち子供を迎えにこの礼拝堂まで来てくれたでしょう。姉さんたちはいつか大人たちが迎えに来てくれると信じて毎日ダーマ神殿で祈り続けているの。そう、今でも。ああ。そう、偽りのセレドの時にね、あの扉が開いた理由はいずれ分かりますって言ったのはこういうことですね、はい、偽りのセレドの町のストーリーで、はい、ルコリア、それにパパとママ、これは一体。サダクは本当のことも言っていたのよ。祈りの力を利用して私たちがいる世界に死の世界を重ねようとしていたの。祈願の魔像の影響が残っている今なら2つの世界が重なって死んだ姉さんたちに会えるんじゃないかと思ったのよ。パパ、ママ、あー嬉しそう嬉しそう。酒飲んでたマルタだ。マタル、マタルだっけ、マルタじゃなくてマタルだ。フィーロのお父さんはやっぱ神父なんだね。あ、こいつら兄弟だったのか。同じ親を持つ兄弟だったのか、こいつら。リゼロッタ、お前はあれからずっとここで私たちの迎えを待ち続けていたというのか。お前を失って以来私はずっと一人で思い悩んでいたよ。私の厳しいしつけがお前を追い詰めていたのではないかと。守ってやれなかっただけでなく心細い思いまでさせていたとは情けない親ですまなかった。これはいつの日かお前の墓に備えようと用意していたものだ。受け取ってくれるか。ずっとリコリアとルコリアと一緒だったお前があの世で寂しくないようにと思ってな。あ、やっぱり私たちはすでに死んでいたのね。私、あれからパパと同じようにみんなをまとめるようになってパパがどれだけ大変だったか気づいたの。
許してほしいのは私の方、いつもわがままばかり言って迷惑かけたまま先立つことになってごめんなさい。私たち大人に追い詰められたなんて思ってないわ。だから自分を責めないで、ママやルコリアを大事にして。ルコリア、久しぶりね。離れ離れになってからずっとあなたのことを心配していたわ。姉さん、私生まれた時からずっとそばにいて、何もかも姉さんに頼りきりだったけど、もう一人でもやっていけるわ。これからは姉さんがいなくても大丈夫よ。今までありがとう。ありがとう。ルコリア、それを聞いて安心してこの世を去ることができるわ。次、生まれてくる時もまたあなたと。もういい話や、いい話や。また泣いてしまった。本当ごめんなさい。もう、ま、いい話や姉さん。ゴリア、お前のおかげでまたリゼロッタに会うことができた。今までちゃんとお前と向き合おうとせず、やりきれない思いをぶつけてばかりで本当にすまなかったな。八つ当たりしてたのはお互い様だし、そんなの今さら言いこなしよ。私今までパパに逆らってばかりだったけど、魔物から守ってくれて嬉しかったわ。ありがとうパパ。刑事さん、私たちがこうして姉さんたちと会うことができたのも、あなたが持ってきてくれた日記帳のおかげ。セレドの町だけじゃなく、私たちの心も救ってくれたあなたに、どうすればお礼ができるかしら。そういうことでしたら、町全体を代表して私からお礼を させていただきましょう。さあ、これをお受け取りください。76,300。はい、クリア。またセレドの町までお越しの際は我が家に寄って行ってください。ルコリアも喜ぶでしょう。刑事さん、本当にありがとう。ああ、もうたまらんなこれ。ブラと町長はルコリアと町の大人たちを連れて町に帰っていった。もういい話や本当。ああ、もう泣けるマジで。
運命の振り子に少し力が宿った。振り子をさらなる輝きで満たすために他の地域を探してみよう。はい、よし、うん、おレベル88。スキルどんな？まだ3ポイントだね。90までいけば身の守りプラス10。はい、ということで、まあ今回の動画ここまでなんですけど、その前にね、まあ冒険ガイドの方は新グランゼドーラ領の行商人ラバンに話しかけてアラヒル王国へ行こうとなってるんですけども、次回どうしようかな。スキル解放、スキル120以上の解放クエストを受けたからといって、今その触れるスキルもないしね、他の職業で片手剣上げて、スキル片手剣って、片手剣ってあれが使えるんだっけ？魔法戦士か。魔法戦士、まあなので、とりあえずストーリーを、まあレベル上限解放とかも、とか、装備枠増やす、道具枠増やすとか、その辺はやっていかなきゃしょうがないけど、今のところはそんなストーリーでボスに負けるみたいなこともないので、あ、これはあの人だね、はいはい、あ、話してみようか。なるほど、君の中にある強さへの願いが見えるぞ。だがまだ己の限界まで試練鍛錬してはいないようだな。いずれの職業のレベルが90までに達した時、まだ君の中にさらなる強さへの願いがあったなら僕の元へ来るがいい。ということで、この人はあのレベル100のね、解放上限の人。まあ、ボスにこれでなんか苦労してるっていうこともないので、今のところはこのままストーリー進めていこうかな。じゃあ次回はアラギーロのストーリー進めようかな。でスキル上限解放はまあおいおい受けていこうかな。120、130、140でもう続けて、面倒なので続けて受けたいしね、もう一気に150まで受けたいし、で160から180ってもう普通に、うん、まあまあその辺もあんまりさ、先に言うとネタバレになっちゃうけど、そう、セレドの、新セレドの町のここがね、あのリゼロッタたちのお墓なんですよ。はい、カリーヌさん、はい、ん、こんにちは。こうして子供たちのお墓参りができるのはルコリアお嬢さんとあなたのおかげね。もう会うことはできないけど、ちゃんと心はつながってるって分かったから前ほど寂しくない。うん、よかった。これね、ルコリアたちのお墓なんですけど、まあいつもこう、今あの冒険ガイドでルーラーで飛べるのであんまり通り過ぎることないですけど、あの僕ここ通り過ぎるときはね、お祈りしてる。あ、前に偽りのセレドの時も言ったっけ、その話。あ、そっか、偽りのセレドはお墓まだできてなかったからね、子供たちの。はい、ということで、なので次回は、アラハギーロのストーリーやろうかな。で、それやって、2.2 に、まあ、突入していくことになるんですけども、まあ、2.1 の、うん。アラハギーロのストーリーが終わって、まあ、ちょちょいのちょいとあれをやって、これをやって、まあ、2.2 に行くことになるんですけども、まあ、とりあえず次回はアラハギーロのストーリーをやろうと思います。で、いいのかな？本当に。いいのかな？あ、これヒストリカのね。はい。これ、結構、女性考古学者、ヒストリカ博士が旅人の訪れを待ってるらしいということで、忍者の塔の4階。まあ、このサブクエ5話構成だっけ、
ヒストリカ博士のやつも5話構成だったと思うけど、この人のクエストもヒストリカ博士のキャラが強烈なので、ヒストリカ博士も結構人気のキャラクターで、人気のクエストなんですけどね。はい、スキル振り分け、失われた摂理ってなんだあれ、装備100か。うん、よし、次回じゃあアラハギ色のストーリーをやっていきたいと思いますので、楽しみにしていただければと思います。はい、ということで今回の動画ここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それと応援の高評価をクリックお願いいたします。それとツイッターのリンクが動画の概要欄に貼ってますので、よろしければフォローしていただければと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。